こんにちは、ウッタムです。今日は新しい本を紹介します。組織の未来はエンゲージメントで決まるという本から学んだことをお話ししたいと思います。働きがいも生産性もすべての鍵がここにある。そう、エンゲージメントを高めること、これが重要だということが書かれています。事業者で人を雇っている場合、 様々な悩みがありますね。売上を上げていきたいとかスタッフたちの士気を上げたいこれは誰もが願うことですが思うようにいかないことがあるでしょうしかし従業員一人一人のエンゲージメントを高めるならこれらが可能になりますもしエンゲージメントが高ければどうなるでしょうか一つのメリットが、 一人一人が生き生きと働けるようになるというポイントがあります。二つ目が皆の良いところがそう本領が発揮できるようになるのです。エンゲージメントが高ければどんなメリットがあるかその三つ目は会社が成果を出し続けることができるようになるということです。 スタッフたちも楽しい会社も利益が増していくこれほど良いことはないのではないでしょうかでは一つずつ見ていきましょう先ほども少し触れましたが会社にはたくさんの悩みがあります一つが生産性が低いままであること高まらないという悩みがあります 従業員がたくさんいるにもかかわらずなんだかいまいちモチベーションが低いこんなことがないでしょうかもう一つの悩みとして人材流入があるということです優秀と言われる人ほどを辞めていくこんなことがないでしょうかせっかくいい人を見つけたと思ったにもかかわらず 転職してしてまうのです。もちろん待遇が良いところ、給料が高いところ、それらの場所に従業員たちは移るというのも分かりますが、しかしできれば優秀な人ほど自分の会社にとどまってほしい、そう思うのではないでしょうか。面白い調調調査査査があります。世界的な調査会社ギャラップの調査によると、 残念なことに、日本企業ではやる気のない社員が全体の7割を占めているとのことです。どう思いますか。70%。100人いる会社であれば、そのうちの70人がやる気がないということなのです。残念な結果ではないでしょうか。日本企業がこれほど落ちていっている理由が、 社員たちのやる気のなさということにあるかもしれません。日本に未来はないのでしょうかそう思いたくないですね。むしろ未来がある、将来性があると言いたいところです。そのためにエンゲージメントを高める、これが必須のポイントとなります。しかしエンゲージメント。 この意味をあなたはご存知ですかコンサルティング会社ウィリス・タワーズ・ワトソンさんがエンゲージメントの意味を説明しておられます。従業員の一人一人が企業に掲げる戦略と目標を適切に理解し、自発的に自分の力を発揮する貢献意欲のこととのことです。 少し難しし難いかもしれませんね。つまり関わり合いは関係性が深いと一層モチベーションを高めて働くことができるということです。エンゲージメントを高めるつまり愛着組織や同僚に対する愛着が高ければ高いほど皆がやる気を持って 働いていてくことができます。個々が別々に働くというよりもお互いに助け合いながら自分のためにもなるし会社のためにもなるという愛着があると一人一人生き生きと働いていくことができるということですこのような状況を会社は用意したいところですエンゲージメントが高い会社は スタッフ一人一人が自分がする仕事と内容に対する主体性を持っているこれが重要ですやらされているという以上に自分がメインで考えながら成功するために何をする必要があるのか責任感を持って一人一人が果たしているこのような状況の場合もちろんその仕事から 楽しみもありますしもちろん悩みながら結局は自分が頑張ったおかげでこれほどの成果をできたという満足感も従業員は味わうことができますエンゲージメントを高めるために事業者は注意する必要がありますそれが従業員を会社の奴隷のように使わないということです むしろスタッフ一人一人をどのように見るべきでしょうか協力者もしくは仲間という見方を持つのが良いことです ZOZO という会社の運営方法について以前私は読んだことがありましたスタッフもちろん長く働いている人短く働いている人それぞれ 抱えてていいいるる責任は異ななりますが、みなが同じようう給料を得ているということこでした。誰が上の人誰かが下の人というよりも一人一人が必要な存在でありみんなで会社の利益を分け合うというような考え方ですこのような会社の場合このような組織の場合みんながやり気を持ってもっと会社のために頑張ろう 同じ仲間たちのために一緒に協力して働こうと思うのではないでしょうか今日は「組織の未来はエンゲージメントで決まる」という本から学んだことをまとめてみましたモチベーション従業員の満足度よりも大切なものであるエンゲージメントもちろんエンゲージメントを高まえれば働きがいや生産性も高まっていきます ぜひこの本を手に取って読んでみてください。事業者としてどのように事業を回していったらよいのか、一緒に働く従業員たちとどのような接し方をしたらいいのか、どのような会社を維持していくべきなのかが学べます。とても勉強になる本でしたので、ぜひ手に取って読んでみてください。ウッダムでした。 よかったなと思ったらぜひグッドボタンを押していただけたらと思いますしそして登録していただけたらうまいと思います。ありがとうございました。